る6月18日、小池百合子東京都知事を学歴詐称で刑事告発し、記者会見を開いた小島敏郎氏に対し、東京国際大学教授のイサム・ハムザ氏、カイロ大学名誉教授が質疑応答セッションで真っ先に手を挙げ、学生時代に小池氏に学内で会ったことがある、小池氏の卒業証明書は本物などと、長々と力説した。 一般の日本人にも開催がほとんど知られていない記者会見のことを、1階のエジプト人学者がどこからか聞きつけ、参議院議員会館内の会見場に入り、小池氏擁護論を展開したことにうさんくささを感じた人は少なくない。同じ穴の無地な。端的に言うと、このイサム・ハムザという人物は、小池氏の手駒の一人だ。 本人は誰に頼まれたわけでもなく、自分の意思で会見に来たと語ったが、小池氏サイドによって会見場に送り込まれたと考えられる。ハムザ氏はカイロ大学文学部日本語学科の第1期生、1978年卒業で、同大学で日本語学科長などを務めた後、JICA、国際協力事業団が20億円の無償資金協力、 贈与によって、エジプト北部のアレクサンドリア市に設立した、エジプト日本科学技術大学で2018年から、リベラルアーツカルチャーセンター長を務めていた。要は、日本国民が払った税金で飯を食べていた人物だ。8年前に、小池氏が都知事に初当選した時、同志が祝福のメッセージを送ったことは、カイロ大卒業を取り繕うエジプトの小池人脈。 という記事に書いた通りだ。カイロ大学関係者の怪獣に不審。小池氏は国会議員時代、しょっちゅうカイロ大学を訪問し、日本語スピーチコンテストの審査委員を務めるなどして、同大学関係者の怪獣に不審してきた。コロナ禍前の2019年3月に行われたスピーチコンテストでは、前回の都知事選前後に、 小池氏を熱心に擁護したアーデル・アミン・サーリョ派日本語学科長。イサム・ハムザ氏、ハムザ氏と日本語学科で同期のエジプト人教授らが審査委員を務めていた。ちなみに、ハムザ氏と同期のエジプト人教授は、クルメ大学教授として5年間の任期が終わったとき、なんとか日本に残りたいと小池氏に半ば泣きつくように相談したところ、 小池氏は私に任せてとばかりにすぐに東京国際大学に連絡を入れ教授のポジションを確保したので非常に恩義に感じているというハムザ氏は同期のエジプト人教授とともに小池氏が親密な東京国際大学にいるわけですでにカイロ大学を定年退職している身で日本絡みで飯を食べていこうと思えば 日本の有力政治家である小池氏の関心をぜひ変えたいところだろう要は同じ穴の無地ナだ政治権力を利用して手駒を確保政治家としての力を利用しエジプト人学者には職や日本の外務省からの表彰ジャーナリストには有力政治家のインタビューの斡旋、小池閣下の当選を祈願して立ちをしたとツイートする 新谷めぐみつかさのような通訳業者には通訳や翻訳の仕事の機会などを与えいざという時に助けてもらうのが小池氏のやり口である4年前郷原信夫弁護士と筆者が FCCJ 日本外国特派員協会で行った記者会見の際質疑応答セッションが始まると真っ先に手を挙げ同日に カイロ大学が出した声明文を普通では考えられない早いタイミングで事前にプリントアウトし持参して読み上げ、この声明文についてどう思うか。と聞き、聞かれてもいない小池氏のアラビア語を褒め叩いたカルドン、アズハリというシリア人記者もこの種の人物だ。詳しくは、石膏、カイロ大学声明文以外にもあった、もう一つの隠蔽工作、参照。 同記者は、今年4月、小島敏郎氏がカイロ大学生命発出に関する小池氏らの工作を告発した FCCJ での記者会見でも、真っ先に手を挙げ、あなたの言っていることは根拠のないゴシップだと小島氏を非難した。事実を無視した小池用語論を展開。ハムザ氏、アズハリ氏、新谷氏のような人物は、 ぶでだか,かつつ。大げさに小池用語論をぶつしかし手紙という物的証拠がある北原桃義の証言カイロで小池一家の面倒を見ていた長道員大学本名松浦良介氏の証言自身で落第したと2つの本に書きながら小池氏が4年で卒業したことになっている証明書類の矛盾 当時社会学科生全員に義務付けられていた卒論について、卒論はなかったと都議会などで答弁した小池氏の嘘など、学歴詐称を疑う、さまざまな論拠、証拠には一切言及しない。これではいくら小池擁護論をぶっても誰も納得しない。結局、疑惑を深めるだけ。小池氏は学歴詐称疑惑の打ち消しに躍起になっており、 国発の記者会見が開かれるたびにカイロ大学生命発出を工作したり、中東、アラーブ関係の手ごまを送り込んだりして、国発のインパクトを何とかそごうとしている。しかし、送り込まれた手ごまの人々の主張には、上記の通り、全く説得力がない。また、小池氏自ら反論せず、 他人を送り込んで火消しをさせようとする古俗なやり口はかえって疑惑を深めている。今回の都知事選でも小池氏は当初、街頭演説を極力行わない方針で、テレビでの公開討論会も拒否している。これは学歴詐称疑惑の質問から逃げるためだ。その後、蓮舫氏や石丸白田候補のおやげに焦って、しぶしぶ街頭に出始めたが、 戦場を有などで、やはり質問から何とか逃げようとしている。本当に卒業したというのなら、堂々と反論すればよいだけのはずだが。エジプトに仮を作り、国家安全保障に脅威を与える。カイロ大学という著作もあるジャーナリストの浅川義博氏、カイロ大学オリエント言語学科ヘブライ語専攻、1995年、中退は。小池氏は、 エジプト政府のために働くエージェント同然で2016年に日本政府が発表した3百数十億円に上る日本からの ODA 政府開発援助による教育支援エジプト日本教育パートナーシップの端緒を開いた可能性があると指摘しているまた小池氏が2020年にカイロ大学生命の発出工作を行い それを在日エジプト大使館のフェイスブックに掲載してもらうよう依頼したことは民主主義の根幹である選挙に外国勢力の介入を招いたと多方面から厳しく批判されている最近無責任なネットメディアが PV ・ページビュー稼ぎでイサム・ハムザ氏の主張を垂れ流したりしているしかし小池学歴詐称問題は経済が破綻状態 格付け会社ムーディーズによる長期信用格付けは、開示で投資不適格の中でも相当下で、日本政府から1円でも ODA= 政府開発援助を引き出したい、エジプト政府の利害が絡む話で、日本という国家に対するさまざまな危険性をはらんでいる有権者が安易に垂れ流される、手駒のでたらめな主張や、小池氏の隠蔽工作に惑わされたりしないよう。 警鐘を鳴らしておく